カズプロです。こうです。二人です。二人ですね。ねえ、二人ですね。はい。練習に差は出るじゃん。もうちょっとこういう風にゴルフを、そのどういう風に打てばとかじゃなくて、やればいいのかっていうのを、はい、もうちょっと教えた方がいいなっていうのもあって、はい、ありがとうございます。だから前半ちょっとビシバシ言ってもらって、後半はこう自分でちょっと考えながらやってみて、で、結果に対してこう、なんか言ってもらえればな。右でした。ただスコアは僕と一緒ですか？はい。はい。トータルね。右だった。まあいいゴルフしてんじゃないですか、はい、内容的には。ありがとうございます。よい、さよなら。さよなら。ここは、はい、守るホールです。はい。ドライバー持ちません。はい。僕持ってますけど。あのキーアートまで200なんですよ。はい。で、右のバンカーこういうの180。はい。210度ぐらい飛んだら危ない。はい。220以上とか突き抜けもある。なるほど。で、多分セカンド打ち下ろしなんで、200から210ぐらい飛べばいいかなの。バンカーにできていきます。はい。完璧。このライン。完璧。で、僕は、これちょっと得意な景色なんですよ。ドライバー行っていいですか？行ってもいいさ。そういうの、ここまで言うなら。おお、ナイス。これ完璧ですよね。完璧。完璧。完璧。ギャンブル感あるな。ギャンブル感ありました。ダメ？いや、まあ、でも自信あるのはいいじゃん。いや、だから僕はだから今ドライバーの自信の方が、あの余裕持ってちょっとミスった時の不安より勝ったっていう。まあ、うまくいったからね、なんとでも言えるよね。いや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 。これからさ、余裕とドライバーの間欲しいよね。で、だから、そうなんですよ。そうなんですよ。あれれ。で、これ、カズプロに前教えてもらったんで、ちょっと頭が右向きすぎないで、もうピンの左向いて、うわ、なんで右向いたんだよ。右向きましたよ。ダメですよこれ。右向いてました。左と右。もうこれはミスするなら左ですよ。左と右は今言い間違えただけ。いいんじゃない？乗れば OK。 ナイスオン。はい。寄った？寄ってはちょっと大きかったです。あー、まあしょうがないね。はい。な、ダフりました。今ダフりました。うん、甘い。ちょっと左か。うん、読みは甘かった。でもまあまあ入れようよ、これを。これ入れるしかない。うん、OK。 ちょっとあれ消えない。どんまい。しょうがない、しょうがない。戦おう。ここでやっちゃいけないところは、はい、なんでしょう。ここでやっちゃいけないところは、手前の池、左バンカー。まあ、左バンカーでもいい。はい。手前の池は練習不足よ。まあ、そうですね。うん、もうなんか、マンチョロぐらいの。マンチョロ。はい。はい。ティーショットは、はい。そういうことはあまりありますね。はい。いきます。大丈夫か？超えるか？おう。いやいや、何よ。いや、B。え？バンカー？方向行ってないよ。行ってないし。何よ。じゃあなんかすごい、チーピン気味の球に見えたっす。あ、見えた。最初の動き。あ、なんか長く見えるね。そうっすね。でも広くていいコースだな。はい。うわ、右目。どうだ？あるかな？あ、戻ってきた。戻ってきたの？で、
全然大丈夫。オッケー、よかったよかった。うわ、これ右 OB したら練習不足なだけであってしょうがない、はいはい、ダメなことはやってないんだから、はい、そこで自分をこう下げない方がいい。じゃないと今度左来るよ。これ心理的なもんで、これちょっと嫌だなと思ったら同じロケーション、そうそうそう、はい、次のホールで左にこう打ってわけわかんなくなっちゃう。これがアマチュアのよくやること。何を欲張ってんのこの欲張りさんが。出た今日のテーマ、ドンってストレートじゃなきゃ嫌なんかい。いやいやいや、これも社長から習うことですよ、はい、社長はこれでもう、あ、いいいい、右ならいいやって言ってるから、はい、よく動画とかでもあるけどね、はい、この、まあさっきと同じようなちょっと左足上がりで、まあどう打つかじゃなくて、まあグリマリ行けばいいんじゃない別に、はい、だから別に さっきの球でもいいから、はい、前行けばいいよ。もうナイスショー、いいね、まあまあ、右手前ぐらいかな、手前でいいとこですよ。どう言ったよ、だから、ね、さっき言ったよ、そんな練習できてねえんだから、はじゃあ払い打つとそこの打ち込む あの打ち分けはできるのいいんじゃないそんなこと考えなくて、ちょっと後半はそういうことだから本当に追い込まない方がいい。なんか欲張りすぎて自分ができることとか自分の魅力をやっぱ消しちゃうから、はい、みんなそれが謙虚にやれっていう意味だと俺は思ってるから、はい、プレッシャーかけるわけじゃなくてできることやればいいんじゃない。確かに、はい、誕生日でした。おめでとうございます、はい、3月5日ね、38? 3月です。ジャンパーじゃん。短い。何かよかったね。そうですね。だとじゃどうなんですか。ショット的には。若干まあ紙になったけど、うん、ちょっと厚めに入れました。はい。僕は練習してるんで、その差は作れるんで。今のはね。まあでも3オンナイスオン。何？あれちょっと待って。え？これ登ってた？え？何今の？何今？下り？何？え？ほう。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 むす。何も言う前にありそうだ。そうだ、グリーン難しいイメージはあります。なんか。はい。パパと。切れそう。これすごい難しい。このマウンドにやられました。一番のポイントってショートホールだと思うんですよ。はい、ショートホールをどうしのぐか、まあ、ダボを打たないようにね、はい、だから罠が多いんでショートホールって本当に、はい、バンカーだったり、まあ、谷だったりとか、はい、だからなんとかこうボギールート探してもらう、距離をしっかりと考える、はい、で打ち下ろしを考えて155ヤードなんですけど、打ち下ろしの時あんまり打ち下ろし関係ない人が多いかもしれない、うん、だから165とかピンまであるんだったら160ぐらいは打つ気持ち。なるほど。55でもね、測ってね、そのぐらいの気持ちで打ってほしいな。ピンまでジャストってなると。そう、調子ちょっと緩んだりとかするとあんまり良くない。はい。緩まずに振ること。はい。まあまあ。なんとかツーパットで、グリーンが向いたらな。これツーパットむずいっすね。今いいショットだったの、うん。あそこ向いてるもん。確かに。初歩的なミス、初歩的なアライメント。さああれが日光連山ですね、あの奥に見えるね、富士山みたいなやつ。雪がまだ降ってます。はい、コースはこんな感じです。はい、6番で、はい、6番。僕バンカーでもいいやと思って、ピンとバンカーの間の位置にします。はい、お願いします、はい、
お、ナイスショー。ちょっと弱いな、これちょっと噛んだか。どこだ、まあ、手前、あ、ギリ乗りました。ナイスショー。なに、なに、ナイスショー。ショーデンハットどうすか、いいっすか。いいよ、ですよ、はい、キャップに合わないんで、バキナーが欲しいとリクエストしたらすぐ、とりあえずコウ君用にね作ってくれて、試作品とかで言うと試作品でちょっとだから3つ目、目が3つあるみたいな。いいよ、かっこいい。おお、でも距離感完璧。 OK、 ナイスパーパー取りたいね。これはスラで来るけど、はい、スラで来るけど上の段、そうだね、登れい。おー、いい感じ。いや、ナイスパットでしょ。さあ、勝負のパーパット。いいパットでしたよ。よかった、落ち着いて。おお、ナイスパーでかいぞ、これここのホールのパーは。確かに、うん、今の位置でね、ナイス。よし、俺がカズプロ110の王、俺がカズプロ110の王、チャンネル登録よろしく。